皆さん、はい。はい、皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。高橋みともです。はい、今回の動画ですが、ちょっとある特撮がね、BS で放送することになったのでね、お知らせしたいと思います。大体歌ってきたっていう動画、皆さん、真似てるので、大体いろいろ歌ってますが、トミカヒーローで、レッシュフォーっていう番組が、BS、松竹特急っていうところでですね、10月9日、来週の日曜ですね、の夜11時半ぐらいにやります。だいたいこの時間帯ですね、撮影が今、2日の10時11分なので、あと1時間ちょっとしたらやりますけど、それって2008年かな、確か制作されたんですけどね、めっちゃいい作品なんですよ。1話からぜひ見てほしいなって思ってこの動画を見てるんですね。なんでかっていうと、その作品が、今の子供たちに見せたいような作品です。一応言えば、レスキュー系っていうか、なんだろう、特撮としてトミカ、もののやつって、レッシュフォースとレッシュファイヤーしかなくて、あとアニメだと、ハイパーレッシュかな、あれぐらいなんです。アニメとしてやったのは、トミカのアニメはありますけど、そういうレスキュー系の作品っていうと、その3作品かな。俺が知ってるのは。でも、レッシュフォースはいい作品なのでね、見てほしいので、一応、概要欄に、BS、松竹特急さんのですね、リハルのそれを確認してください。ということで、ぜひ見てほしいなと思ったので、動画撮りました。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。